人生を作る三種の神器、思い、言葉、行動。皆さんこんにちは、葉月光栄です。今日は人生を作る三種の神器、思い、言葉、行動ということについてお話しさせていただきたいと思います。まあ、人生というのはですね、どういうもので成り立っているのかということを考えるとですね、もちろんその肉体があって生まれてから死ぬまでっていうのがまあ人生なんですけども、これはただ私たちは動物ではありませんので、ただ食べてただ寝てただ生きてるわけではないんですよね。考えることができる、発想できる、想像できる、それがまあ人間の特徴ですから、人間は考える足であるなんていう言葉もありますけども、その考えること、意識ですね、これがまあ人生を作ってるっていうのは皆さん分かるんじゃないかなと思います。では意識しただけで人生がうまくいくのか、自分の思い通りいくのかっていうのもですね、そうじゃないっていうのも皆さんきっとお分かりだと思います。意識しないと全ては始まりませんが、じゃあ考えただけでは物事は進まないというのもよく分かると思います。じゃあその考えたことが実際に現象化する、具体化する、行動になる、そのためには何が必要かっていうと、後の2つですね、話すこと、言葉ですね、そして行動すること、この意識、そして言葉、行動、この3つがですね、私たちの人生を作っている素材というかですね、原料みたいなもんだと思っていただいたらいいんじゃないかなと思います。この3つの原料が綺麗に整って、一つの形、一つの方向性に固まると、それは現象化していくということになってきます。ですから意識、言葉、行動、この3つをできるだけ統合する、同じ方向に向ける、そうすると皆さんの人生はですね、どん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 加速して思い通りの人生が送れるようになるんじゃないかなというふうに思います。ぜひこの3つ、意識、言葉、行動、この3つですね、この3つを整えるということをぜひ意識していただければと思います。